どうも、おまみアレグリアチャンネル。前回PK の距離から四隅対決して僕勝ったんですけどね、今回ちょっと遠目からのミドルシュートとフリーキックの距離でやりたいと思います。今回は勝てそうですか？ CR7、 僕やっぱジャンフランコ・ゾーラー並みのフリーキック蹴るんで、ね、勝ちたいと思います。今回ちょっと前回長くなったんで10球で当たるか当たらないかで勝負したいと思います。じゃあみんなもチャレンジ、これ案件じゃないんで、でもあれ便利なんで、シュート練習したい人はぜひ買うか、もうアレグリアに来るかですね。ということで今からレイ君と対決したいと思います。レイ君ちなみに6年生ですね。よろしくお願いします。よし、勝ちます。制したんで、今回もね、1対0で僕の勝ち。まあ、今からまたフリーキックを蹴りたいと思います。悔しいですか？頑張ってください。俺シュートのスピードじゃなかったよ。じゃあ今からフリーキックね、得意でしょフリーキックは、やりたいと思います。じゃあ続いてフリーキック対決します。右上5本、左上5本、均等狙います。
連続狙うが楽だった。1で僕の勝ちということで、フリーキックもですね、すべて僕の勝利ということで、いいですか、悔しいですか、もっと磨いてください。その僕が今日勝った秘訣はやっぱシューズがですね、ディアドラのちょっとイタリアの国旗が入ったシューズなんですけど、皆さんおすすめなんで、ディアドライタリアですね、皆さんもこう着るものにこだわってください。デイクのスパイクはどう、ちょっと映して。アシックスですね、はい。なんでこれ白ピンクにしたんですか。うん、なんでこれ色的にちょっと女の子っぽいというかね。こだわり？ラムの真似した？違います。でもこれかっこいいなと思った。かっこいいなと思った。本当。お母さん勝手に買ってきたじゃない。違う。俺でもレイクはディアドラじゃないですか。違う。ディアドラをちゃんとコロコロスパイク変えないように、好きと思ったものを貫いていってください。わかりました。女の子も好きになった人を貫いてください。わかりました。すぐ好きな人変わるから ね。でみんなもね、こうやってこれ1個こういうのあるだけで、こうやっぱ練習に集中力とか出るんで、ですね、ぜひ工夫して自主練してください。じゃあ今回は負けずに良かったということで、
レイ君ちょっとあのアレグリアのいいとこなんか言って。コーチがうるさいってとこかな。コーチの大体あれなんですよね。子供がうるさくてコーチが怒るんですけど、コーチがうるさくて子供が怒るか無視するっていうのがまあアレグリアなんでですね。皆さんあのそれを大歓迎の子はぜひ遊びに来てください。YouTube デビューもできますか。じゃあ今日は次回はあのちょっとまた有名な選手のユニフォームをね、クラシックのやつをみんなあの流行りのユニフォームばっかり組んでて古いユニフォームを見てくださいね。じゃあ。はい、よし、疲れた。